グーローシェーディングを施したポリゴングーローシェーディングは物体の表面での光と色の変化をシミュレートするコンピュータグラフィックスの手法の一つアンリグーローが考案し1971年に公表した実際には荒いポリゴン表面に滑らかな照明効果を施すのに使われ各ピクセルの計算にそれほど時間がかからない基本原理は次の通りである 三次元モデルの各頂点の法線ベクトルの近似として、その頂点で交わる各多角形の法線ベクトルの平均を求める。この近似値を使い、本反射モデルに基づいた照明の計算を行い、各頂点の色の強さを求める。画面上の各ピクセルの色は、頂点群の色からそ一時保管で求める。簡単に言えば、頂点間でグラデーションを生成する。 クーオーシェーディングの利点と欠点は、その保管にある。例えば、3つの頂点について、照明を考慮した色の計算を行い、それらを使って、各ピクセルの色を保管によって求める部分は、処理が簡単であり、これは、フォンシェーディングとも共通である。しかし、非常に局所的な照明効果は正しく描画できず、ハイライト部分が、ポリゴンの真ん中あたりにあって頂点まで及んでいない。 場合グーローシェーディングでは、そのハイライトは現れない。逆にハイライトが頂点にある場合、その頂点は正しく描画されるが、そこから周囲への広がり方は保管ではうまく表現できず、不自然になる。オブジェクトを回転させた時ハイライトが表面を滑らかに移動しなければならないのだが、その時に問題が見た目にもはっきりする。グーローシェーディングでは、ハイライト部分が 頂点に差し掛かった時に強くなり、頂点と頂点の間では弱くなるということを繰り返してしまう。これはポリゴンを細かくして、頂点を増やせば改善できる。また、ハイライトの周辺だけ、頂点の密度を高める適応的平面重点法を採用するという手段もある。欠点はあるものの、グーローシェーディングはフラットシェーディングよりは優れている。 ただしフラットシェーディングはグーローよりも、はるかに計算量が少なくて済み、角ばった表現をしたい場合には適している。ありがとうございます。